ここまでにするか。そうですね。私の見ていない間にどれだけの力をつけたかを測るため、こうして手合わせをしてみたが、まさかここまで強くなっているとは。やはりお前は私の期待を裏切らないな、キリト。リーナ先輩こそ歩く戦術ソーランの通り名は健在ですね。隙がなくて小細工が一切通用しない。それはお前もだ。キリトと私の剣は流派は違えど、勝つための剣という点で似通っているからな。ともかくこうして稽古をつけられて嬉しいよ。互いに修練を積んでまた手合わせをしよう。では。はい、ありがとうございました。さて、俺も戻るか。キリト先輩、お疲れ様です。ああ、ロニエか。少し元気がなさそうだけど、どうかしたのか。いえ、たまたまここを通りかかったらお二人の修練を見かけまして、それですごくいいなって思ったんです。ああ、リーナ先輩と俺の手合わせを見てたのか。あ、すみません、覗き見みたいなことをしてしまって。いや、そりゃ全然構わないよ。もしかしてロニエもリーナ先輩に稽古をつけてほしいのか。それだったらお願いすればやってくれると思うぜ。俺が一緒に頼みに行ってもいいし。それは大変魅力的なお話ですが、そういうことではなくてですね、私がすごくいいなと思ったのはお二人の関係です。関係？そうです、単に先輩後輩っていう感じじゃなくて、お互いを信頼し合っている、そんな関係に見えます。まあ、確かに俺はリーナ先輩を信頼してるし、リーナ先輩もそうだったら嬉しいとは思うけど。それに比べて私は先輩の力になりたいのに、いつも守られてばかり。守られるだけじゃなく、信頼し合う関係になりたいんです。ロニエ、そのために私の実力を見てください。いや、そんなことしなくても、ロニエのことは信頼してるんだけど。いいえ、どうしても私は先輩に今の実力を見てほしいんです。強情だな。まあいいぜ、そこまで言うならやろうか。私の全力出し切ります。ダメでした。やっぱり
私はまだまだですね。そんなことないって。ロニエはすごく成長してるし、本当に信頼してるよ。いえ、いいんです。こんなに弱くちゃ信頼されるはずがありませんから。私もっと強くなりますね。先輩から信頼されるようにもっと頑張ります。稽古していただいてありがとうございました。ロニエ、ティーゼ、そんなに慌ててどうしたんだ？あ、キリト先輩、実はロニエが帰っていないんですけど、何か知りませんか？さっき一緒に修練をしてたけど、その後はわからないな。そうですか。そういえば、修練の後、随分と思い悩んでたな。もっと強くなりたいって言ってさ、俺はロニエを信頼してるって言っても、まだまだだって譲らなくて。ロニエ、実はロニエは前から悩んでいたんです。ここに来てからも足を引っ張ってるんじゃないかって。そうだったのか。ロニエは責任感が強いもんな。はい、だからもしかしたらキリト先輩に対して強さを証明しようとするかもしれません。それってつまり？推測ですけど、どこかで無茶な修練をしているとか。それは心配だな。探しに行こう。ティーゼ、そっちはどうだ？いません。どこに行ったんだ？どうした、騒がしい。リーナ先輩、すいません。実はロニエがどこかに行っちゃったみたいで、よければ探すのを手伝ってもらえませんか？それは構わないが。あ、ロニエ。ただいま帰りました。ロニエ、どうしたの、その傷。全身ボロボロじゃないか。一人で戦えるようになりたくて、誰にも頼らず、なんとか獣を倒せました。ロニエ。あのな、ロニエ、心配させないでよ。ティーゼ、どうしてそんなことするのよ。心配したんだから。いっぱい探してもいなくて必死だったんだから。キリト先輩にもいっぱい迷惑かけて、それで怪我だらけで帰ってきて、ロニエのバカ。ティーゼ、ごめんなさい。そんなつもりじゃなかったのに心配かけちゃった。私、弱い自分が嫌だったの。強くなりたかったの。どうしてもキリト先輩に信頼されたくて。俺のために頑張ってくれたんだな。ありがとう、ロニエ。でもな、今回のロニエの行動は強さとは少し違うと思うんだ。キリト先輩、言っただろ、俺はもともとロニエを信頼してるって。だからこんな風に無茶をする必要はなかったんだよ。はい、すみません。だからティーゼを悲しませるような方法じゃなくて、一歩ずつでいいからロニエの成長を見守らせてほしい。いつかロニエが目指す強さを手に入れるまで
俺も精一杯支えるからさ。キリト先輩、ありがとうございます。まあ俺だって人のこと言えないんだけどな。アインクラッドでは無茶なレベリングをしていたし。ふん、そういう自分はいつも無茶をするくせにな。だから俺みたいにならないようにな。まったく説得力がないな。はい、俺も気をつけますから。皆さんすみませんでした。ティーゼもごめんね。私なりのやり方で本当の強さを勝ち取って、キリト先輩からもっと信頼されるように頑張ります。一歩ずつ進んで、そしていつかソルティリーナ先輩とキリト先輩のような関係に。ああ、楽しみにしてるよ。もう無茶しちゃダメだからね。近道などない。一気に強くなろうとした報いを受けてね。今度私とキリトの修練に参加してほしい。一人で抱え込むな。私たちと一緒に強くなろう。はい、ぜひ頑張ります。ありがとうございます。ふつつか者ですが、これからもよろしくお願いします。